モントゴメリー郡を流れるニューガワニューリバーバレーはアメリカ合衆国東部のバージニア州のニューリバー沿いの地域である。この谷はモントゴメリー郡、プラスキ郡、フロイド郡、ジャイルズ郡、ラドフォード市からなる。2000年の国勢調査によると約16万5145人がこの地域に暮らしている。またニューリバーバレーにはバージニア工科大学、ラドフォード大学、 ニューリーバーコミュニティカレッジなどの高等教育機関がある。グレートバレーの一部であって、アメリカ合衆国における最初の開拓地の一つであるとともに、西部探検を進める上での要所でもあった。この谷を最初に探検したヨーロッパ人は、1671年のヘンリー・トリデのエイブラハムウッドであり、1700年代には居住地が開発され始めた。グレートワゴンロードと呼ばれる。 交通路の視線がこの地域を通っていた。南北戦争では、いくつかの小さな戦いの戦場となった。ありがとうございます。